はい、こんにちは。まやちゃんねる、まやはらです。はい、今日はこちらですね。うん。究極ゴム銃 G ショットのストライクショットドラゴン B です。以前ね、タカトミさんに送りいただきましたね。究極ゴム銃 G ショット。うん。ね。うん、これで親子対決をやりましたけれども、うん、こちらのストライクショットドラゴン B もですね、タカトミさんにお送りいただきましたね。うん。はい。それでこちらもですね、もうすでに開けて遊んでおりますね。はい。はい、こちらがですね、ストライクショットドラゴン B でございますね。はい、かっこいいんだよね。はい、これまでのね、G ショットと違うのは、上にですね、スライドがないんだね。うん、この部分、これ、うん。ゴムを装填して、こう、引くスライド、うん。これがないんですね。なんでか。なんと、このストライクショットドラゴン B はですね、6発ゴムを装填して、なんとですね、連射ができるんですよね。うん。そしてですね、このストライクショットドラゴン B はですね、この赤い銃、ダブルショットドラゴン R っていうのと合体してなんかすごい銃にできるみたいだね。うん、うん、これはなんか面白そうだね。そうだね、うん、これすごくない？一気に3発同時発射で6連射できるのかな。だとしたらとんでもないよね。だとしたら18発も撃てんの。そういうことだね。うーわ、これすごいね。これ非常にすごいじゃん。今回も付属品でこの10本の輪ゴム入っておりましたね。はい、青いやつが入っておりました。うん、ではですね、ちょっと輪ゴムの装填をやっていきましょうか。はい、まずはですね、こちらのショットダイヤル、この部分にこの赤い線が入っているので、これを一番上に持ってきますね。はい、そしたらこのですね、ゴムバレットストッパーっていうのを一度上に上げます。はい、それでこのゴムバレットハンガーというところにゴムを引っ掛けて伸ばしますね。それでこの中にある、ね、マシンガンギアっていうところに引っ掛けます。はい、こんな感じで引っかかりました。うん、引っかかったらショットダイヤルを回します。カチッていうところまでね。はい、そしたらまた同じようにこのハンガーに引っ掛けてギアに引っ掛ける。うん、これ2発目。これを6回繰り返すわけだ。あー、きついね。きつくないよ。まあ、でも結構きついね。あー、そう、えちゃんにはちょっときついかもしれないね。うん、だから大人には楽だけど子供にはきついかな。そうだね。そして最後にこのストッパーを解除する、もう放てる状態だね。うん、このような感じになっております。はい、これで6連射できるわけですね。はい、はい、ではですね、前回も使いましたマスターターゲットを使ってこちらのストライクショットドラゴン B、 これで対決するか。はい。はい、それでは対決やっていきましょう。はい、まずはエイシン君からですね。はい、はい、いきますよ。ちょっと待ってね。こちらに的がありますので、これで対決しましょう。ちょっと前と置き方が違うね。うん、それで、前から20点、10点、30点、10点、50点、100点とありますね。はい、はい、6発でどっちが得点高く取れるか、はい、勝負でございます。はい、はい、それではエイシン君やってください。はい、どんなもんかな。おっ、威力がすごすぎて。ちょっと待って、じゃあ6発全部打ってみて。これ全部当たんじゃない、もしかして。全て打った。2発で全部打ってた。うん、終わりかこれで。まあちょっと威力すごいね。分かった、じゃあちょっと待って、ババ新たな敵を用意するよ。さあ、彼らを倒せるかな。これ倒せたら何ポイント。1000ポイント。うわ、ジャンゴくらい倒せんじゃないの。やってみて。あ、外した。あ、外した。びくともしませんね。はい、はい、じゃあパパ行きますよ。はい、パパちょっと置き方変えた。はい、はい、じゃあこれでどれだけいけるかな。はい、エイちゃんに近づけるか。行きます。おお、すごい。あ、でもエイちゃんは2発で全部打ち終わったもんね。うん、パパちょっとね、斜めに置いてみたら難しくね。うん、いいね。おお、あ、よかった。はい、パパは6発使って250ポイント、エイシン君はたった2発で250ポイント。なので今回はエイちゃんの勝ちだ。イエーイ、初勝利。うん、G ショット対決初勝利だ。そうだね。うん、イエーイ。はい、ということで今回はタカラトミーさんにレビュー用にお送りいただきました、究極ゴム銃 G ショットのストライクショットドラゴン B でした。